Tsukuno Miki from Smaho Ryugaku. Today I'm gonna introduce other expressions of どういたしまして。はい、こんにちは。スマホ留学サポート講師の並木優子です。はい、ところで皆さん、どういたしましてと言われれば、あれですよね。You're welcome。はい、なんですが、まあ、実際の会話ですと、まあ、Thank you と言って、その返しが You're welcome じゃないことも、もうものすごく頻繁に、よくあります。でですね、Thank you と言ったから You're welcome って言われるのかなってこう、期待して準備していて、もうそれ以外のことを言われると、なんだろう、何言ってんだろうっていう感じでですね、ちょっとパニックになってしまうかもしれないので、でも大丈夫です。今回のこちらの動画を見れば、ああそんな表現があるんだっていうところですね、学べますし、また使ってみようかなっていうふうに、こう感じると思うので、はい、ぜひ最後までお付き合いください。で、ところでどういたしましてなんですが、日本語でちょっと考えていただきたいんですが、ありがとうって言われて、どういたしまして、どういたしましてっていうふうに言う時もありますが、私たち日本人、まあ、日本語で答える時も、いやいやいや、もうそんなの大したことないですからって答えたり、もういつでも、OK ですからねなんて言ったりですね、そういう答えで返し方で、まあ、どういたしましての意味をこう返す時ありますよね。まあ、ありがとうに対する、返し方ってありますよね。まあ、その感覚と英語同じです。全く同じです。 Thank you と言われたら You're welcome だけじゃない。では、こんな感じの場合、大したことないですからっていう時、こういうふうに言います。 It's nothing ですとか、もうそんなこうありがとうって言われるほどもう仰々しい問題じゃないですからっていう、まあ、ニュアンスで No problem っていう時もありますね。あと、わざわざもうありがとうなんでいいからっていう時もありますよね。これに似た表現もあるんですね。それは Don't mention it。 この it は、まあ、Thank you のことを指しています。 Thank you ってこう言わないでっていう、直訳するとそうですね、it と言わないで、 thank you と言わないで、つまり、まあ、ありがとうなんてもうそんな仰々しいいいからっていう、意味になります。はい。でこう合わせ技でもいいですね。大したことないから、もうそんなお礼なんていいから、 Oh, it's nothing, no problem, don't mention it、 もうこんな感じで合わせ技でもいいですね。あと、いつでも、もういつでも言ってみたいな感じのこう返す時もありますよね。それはですね、Anytime と言います。Thank you と言われて、Anytime、いつでも、っていうふうに返すことも本当にこう日常的にありますね。まあ、これもですね、こんなことだったらいつだっていいから、こうサポートするから、こう声かけてみたいな感じのですね、ニュアンスで Anytime という返しもあります。あとですね、 Absolutely、 はい、これも結構あるんですね。 Absolutely、 どっかで聞いたことありますね。はい、私の別動画で、もちろんっていう時、 Absolutely、 Of course だけじゃなくて Absolutely っていうのもあるんですよっていうふうにご紹介したんですが、はい、こちらのどういたしましてみたいな返しでですね、 Absolutely もあります。でこれは今度、また頼んだら、もうもちろん絶対に、こうサポートするからみたいなニュアンスですね、快諾、もちろんやるからねっていう意味で Absolutely というふうに返すこともできます。はい。あとはですね、Thank you と言われて、 Oh, it's my pleasure. My pleasure だけでもいいですね。はい。Pleasure っていうのは、喜びっていう意味です。まあ、つまり、もうありがとうなんてそんな、もう私もこう楽しんでやってるんでっていう感じですね。
はい、こう、やらせていただくのも、光栄です。もうとても嬉しいですっていう、ニュアンスです。はい、私そうですね、例えばこう生徒さんに、まあ、レッスン終わった後、生徒さんの方が、まあ、Thank you っていうふうに言ってこう、まあ、くださるので、それに対して Oh, it's my pleasure っていうふうに、まあ、返したりしますね。もう教えること自体私の、まあ、楽しみ、喜びなので、はい、そういう感覚です。あとこういう時もありますよね。もう私の方こそもうありがとうだからっていう、こちらこそありがとうですっていう時ですね。そういう時は Thank you って言われて、 Oh no, thank you, Q ですね。はい、U の方をしっかりと強調して、発音すればもうそれだけでバッチリです。はい、あなたの方こそもうありがとうですよっていう感じですね。Thank you。これも私、よく使いますね。やっぱりこう生徒さんに言われて、Oh, it's my pleasure. Thank you。という感じで、はい、使います。はい、ですので、この微妙なこうニュアンスの差でですね、ぜひ Thank you と言われたら、You're welcome だけじゃないんだっていうことですね。覚えておいてみてください。さまざまなシーンでですね、使い分けて言ってみてくださいね。Okay, have a good day. Bye!